こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ま、あの木村さんの奇跡のリンゴをね、はい、すずちゃんからありがたいまたいただいたね。いただいたしました、ね。本当に感謝しかございません。ね、去年はあの不作っていうか ね取れなかったって言ったな。そうね、うん、で今年もあんまり出来は良くなかったらしいんだけど。うん。まあ、健康に左右されるから大変だよね。あ、そうだね。うん、本当に毎年毎年な、うん、あすずちゃん経由でな、うん、ありがたいね。手に入りにくくなってね、最初の頃まだ木村さんがそんなに人気にならない頃っていうかさ、うん、はね、いただくことできたんだけど、今も全然そうだな、うん、でまあまたこれをまたお裾分けしたいなと思ってね、うん、そうね、うん、月一カフェで。そうだな、今度月一カフェいつやったっけ、うん、第3土曜日だから 1,2,3,15 か15日そう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 、あ、そう、じゃあ10、あ、違う違う、ごめん、うん、16か16日、うんうん、あ、そう、うん、うん、じゃあ16日に、うん、持っていこう、幸せのお裾分けな、でみんなでね、うん、まあ本当にちょっとずつだけどね、一口だけどな、うんうん、味わっていただいてな、うん、うん、と思ってるけどね、うん、うん、まあだけど本当木村さんもね、うん、よくもう知られてるけれどさ、うん、な、リンゴを農薬で育てようと、うん、いうことで始まってな、うん、もう全く取れないのがもう10年、うん、11年と、うんうん、いう時代があったんでね。普通そこでくじ切るよね。まあ本当にもう1年2年でくじ切るよ、もう普通は。普通はね、うんうん、だけどももう徹底的にやったんだよね、うんうん、極貧生活を体験しながら、うん、家族が大変だったよね、きっと。そうだよ、まあ、ご自身も大変だと思うけども、うん、ね、奥さんやお嬢さんは本当大変だったと思う、うん、そうだよな、うんうん、で本人もな、もう死んでしまおうって、うん、ね、うんうん、思うくらいまで追い詰められるわけだよ、うんうん、だけどやっぱりそこでヒントをつかむんだよね、うんうんうん、そう、だからそういうのが何なのかっていうことさ、うん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 、ね、うん、そういった、山にね、うん、山をこうさまよってるわけで、山を死のうと思って、うん、そんな時にね、うん、畑を山のようにすればいいんだって、うん、山は農薬も肥料も使ってないじゃないか、うん、でもこんな立派に育ってるじゃないかって、うん、ね、畑もそうすればいいんだってってところに行き着くわけよ、うん、なあ、だから今までの常識とは全く違う、うん、畑はきれいにしてね、うん、うん、で草を取ってね、うん、あ、肥料をあげて、うん、っていうのが当たり前だったんだけど、うんうん、そうじゃないっていう正反対のことをやるわけだよ、うん、なあ、うん、でそれで成功するわけだ、うん、なあ、うん、まあそのひらめきもすごいし、やっぱりすぐ行動に移せたっていうね、うん、うん、だからそんなことをさ、常識の中では誰もしてくれないんだから。まあ、そうだよね、うん、うん、畑を山のようにしなさいなんてどこの本にも書いてないだろうしさ、そうそう、だって言われればああなるほどなって思うと思うね、うん、確かに自然に、ね、うん、あの山ぶどうとかさ、うん、山なんとかとかって結構山にも果物とかいっぱいあるわけじゃん、うん、じゃあどうしてあの人たちはなるんですかって話でしょ。そうだよね、人が何もするわけじゃないのに、そう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 、勝手になってるわけじゃん、そうそう、うん、うん、だからこうだからこうだっていうさ、うん、やっぱり人間が勝手に決めたことっていっぱいあるわけよ、うんうんうんな、うん、でそのいっぱいあることを正しい間違ってるってさ、うん、もう正しいともう思い込んでさ、うん、やるわけじゃん、うん、だってその中で生きてきてるわけだから今まで、うん、そう、こうだよこうだよって言われて、まあ一番、まあ、私はやっぱりサロンでいろんな人のカウンセリングとかをさ、お話を聞く立場にあるから、いろんなお家の話を聞くんだけども、うん、やっぱり親からの影響だったりとか、うん、親はそうでもないけども、この親戚の、うんうん、例えば、まあ、家柄のいい家ほどさ、もう医者になるのが当たり前とかさ、うん、こう家業は継がなくちゃいけないみたいな形でずっとみんな来てるわけでしょ、うん、他の選択肢があるっていうことをみんな思わないわけよ、うん、嫌だなと思いながらも、うん、あでもこうだなって思って、そう、なんかそれがずっと続いてきたんだと思う、特に日本という国の中ではね、うん、その最大のもんが学校行かなきゃいけないみたいな、そうだね、ああ、うん、学校行かなきゃもう人間ダメになるみたいなさ、うん、そういう呪縛があるわけでしょ、うん、
だから なんとなくだけど、ほら、例えば結婚 してやっと1人前とかさ、うん、親になってやっと親の気持ちが分かるとかさ、うん、そういうことを言うけども、その言葉でどれだけの人が傷ついてるかっていうことを、うん、そこまで思いは至らないよね。それが当たり前と思ってるから、そういう発言をする人たちは。そうだよね、うん、そうで、だからいろんなことをこうさ、生きてる上で起こってくるからさ、うん、やっぱりそれはそれでさ、うん、一つの意味があって起こってるわけでさ、うん、なあ、だからそこからやっぱり学んでいく姿勢を持たなあかんよね、うんうん、でもだいぶ変わってきたじゃん。例えば学校もさ、うん、フリースクールを出席日数に入れるだったりとかさ、うん、そうだよな、うん、例えばほら、男性と男性の結婚を認めましょうみたいな、うん、あのところが、例えば渋谷区が認めたら高校高校で広がってったりとかさ、こうじわじわじわと。で、ついこの間も国会でね、うん、議員さんになって、うん、障害者という立場で議員になった方が、ね、初めて、質問しますって言って、うん、文字盤を使ってね、うん、そうだよな、やったりとかしたので、うん、なんだろう、ああいうのはさ、まあ、見てる人はいっぱい見てるわけ、今までも、うん。うん。うん。だけど、初めて見る人は、なんじゃこりゃっていうのがあるわけじゃん。うんうん、そうだよな。あんなんで話ができんのって。うん、あんな寝てきりになったら気持ちもないだろうし、うん、思いもないだろうしって思ってる人がいっぱいいるわけじゃん、うん、でも誰でも思いは持ってるんだよってことをさ、うん、知ってる人は、ああやっとここまで来たかみたいな、そうだよな、あったと思うよ、あの姿を見て、うん、だから ALS っていう病気もさ、うん、まあ大変な病気だしさ、うん、苦しいのは当然だけど、うん、でもだからこそこう訴えられるものはあるわけだよな、だね、ああいう立場だから、うん、まあ、祈りなんかもそうだけどさ、うんうん、なんか祈りっていうとね、うん、ついついね、うん、元気になりますようにとか、うん、ね、うん、お金持ちになりますようにとか、うん、そういうことを祈りがちだけどさ、うん、やっぱり祈りって一番ね、うん、いい形を作ってくれるのよ、うん、その人にとってな、うんうんうん、だからその人にとって、その本当自分の都合で祈ってることが都合、いや、よくなければね、うん、そういうものはで、あ、そういう形にはならないわけだ、うん、ね、うん、だから祈ればなんか自分に都合よくなる、うん、自分の苦痛がなくなるっていうことじゃなくって、うん、やっぱり祈ることによって、まあ、心も安定し、安定はするけれど、うん、でもそういう中で本当に一番いい状況に導いてもらえるということだからさ、うんうんうん、だから目先のさ、うん、これしんどいからなんとかしようっていうことじゃなくてさ、うんうん、もっと広い意味で見なきゃダメだよな。まあね、でも実際今痛いとかさ、辛いとか、特に病気の人なんかは、うん、やっぱりその苦痛からなんとか脱出したいと思うのは、うんうん、これはもう分かるよね、当然だよね、うんうんうん、そうだから、その方法としてもまたふっと現れたりするわけじゃん。そうね、そうでしょ、だから、うん、その辺でだから、こうし、この痛いからこうしなきゃいけないんじゃなくてさ、うん、やっぱりそこでこうなんか解放する、うんうん、ことによってさ、うん、新しい道がね、うんうん、一番最適なものはパッと見つかったりする、その人にとってね、そう、うんうん、だってその事実っていうのはさ、うん、痛い事実ってそう簡単に変わらないよ、うん、な、うんうん、やっぱり苦しみの事実っていうのはあるけれど、うん、まあ、変えられるとしたら、自由に変えられるとしたら、その受け止め方やから、そうね、うん、まあ、自分が変わ、相手を変えることはできないと、うん、自分が変わるしかないってずっと言われてるけど、うん、まあ、それは間違いなく真実だろうね。そうだよね、うんうん、だから木村さんのリンゴだってさ、うん、そのできない事実は変わらないんだから、自由なんかね、うん、でもそこで木村さんは山のようにすればいいというところから希望を持ち出すわけじゃん。そうだね、そうするとさ、うん、できないできない、ああ、今年もできないじゃなくって、うん、あ、今年は虫が減ったとかさ、うん、ね、うん、今年はこういうとこが変わったとかさ、うん、ね、そういう、ね、そういう変化に目がいくじゃん、うんうん、だから俺はそれが大事だと思うんだよね、うんうん、そうだね、うん、だからできないできない、ダメだダメだ、うん、あれがダメこれがダメっていうことで生きるよりもさ、うんうん、ほんのちょっとでも、うん、希望なりあったらさ、うん、ね、そこにふっと目がいけばさ、うん、変わると思うんだよね。その気づきの種をどう見つけていくかっていうことが、うん、大変難しいのよ。そうそう、難しい。しかもその日常の生活の中で、そう、普段のね、うんうん、そうだから難しいけど、それしか方法がないねん。かもしれないね。な、そこからこう、うん、苦しみから解放されるためには、うん、それしか方法がないねん。かもしれない。だからよくあったじゃん、病気の人でもさ、うん、ね、
ね、あの新機構の合宿に来ました、うんね、そして、うん1日経ち2日経ちました、うんね、じゃあ頭が痛いのが治ってるわけよ、うんうんね、でもそこに目がいかずにさ、うん、いやまだ首痛いんです、うんそうだね、まだ腰が痛いとかね場所が映ってるだけなんだよねそういう人っていっぱいいたじゃんそう、ねうんうん、まあ自分自身もそういうとこはもちろんあったわけだけどさ、うん、だけどもさ、うん、それじゃあいつまでたっても痛いのは変わるんだからまあね、うんうん、あ頭が痛いのが治ったってうん、ああよかったって思えれば、うん、痛みは減ってるわけだから本当はねそうでしょ、うんうん、そこがあのその難しいところなんだよ そっちに目がいくか痛いところにばっかり目がいくか減ったことにね、うん、目がいくかなんか逆に痛みが移っただけと思ってる人もいるしねそうだからそれはでもさ自分の意識次第じゃん、うん、考え方次第でしょ、うんうん、だからそれは自分が自由に自分に、ま、あのなんていうの、与えられた自由じゃん、うん、それがな、うんうん、あの痛みは消えなくても考え方を変えることは自由にできたりするわけだから、うん、なそこが俺大事だと思うね、 そうねだから落ち込んでる人にはもう楽しい妄想しましょうってさ、うん、お伝えすることがあるんだけど、うん、やっぱりそこからじゃないと生まれないものってあると思うよそういうことだよな、うん、そう思う、うん、そう、うん、でこれはもう人に言われてもできるもんじゃないし、うん自分でやるしかないからな自分自身に言い聞かせるべきことそうだよな、うんまあ、言い聞かせますわ私もそうした方がいいよ、はい、な、うん、はいどうもありがとうございましたありがとうございました